はい、皆さん、こんにちは、タイタラでーす。やりましょう、呪術廻戦。さて、今日も、ピクチャードラマ、続きやりましょうか。ちょ、ランク1もやりたいんだけど、ランク1もちょいちょい挟んでいくわ。やっぱ、やりてえわ。やりてえわ、俺。はい。ということで、やっていきましょうか。じゃあ、今日はね、事件記録、また見ていこうかなと思います。呪術廻戦の後編からいこう。はい。さて、前回ね、バトルめちゃくちゃやって、ね、姉妹、なんだっけ、京都姉妹校交流戦だったっけな、の、準備のため、たくさん戦いをしてたんだよね。さあ、今日は、その続きとして、五条先生のバトルがあるのか。ジョーゴと五条先生、ちょっとこれガチで熱いだろ。見たいっす。ねえ、行ってみましょうか。これでいいのか？これでいいのか？へい。最強を見せてあげる。大丈夫。最強だから、俺。なんか違うな。セリフの並びが違う。挙手。じゃ、僕は用事あるので。その調子で頑張ってね。うい、映画見るわってね。強くなれんの？さあ、虎杖君は映画を見てます。止めて。いいよ。ここでですか？さて、すごい楽しそう。いい笑顔だよな、ジョーゴ。アスファルトどうすんの、そんなボロボロにして。何も。そう、特急呪霊のジョーゴ。2018年東京。もう6年前よ。特急呪術師五条悟が呪術高専学長ね、矢賀さんだね。矢賀正道との会談へ向かう途中、未登録の呪霊名称不明特急相当の襲撃を受けた。すごい。五条悟の証言から、呪霊は会話が成り立つほど知性を持っており、現段階の少なを超えるほどの呪力量を持つと推測される。すごい、少な超える、なんか5、6本分だっけ確か強さって。該当呪霊が呪装置と屈している可能性を見している可能性を、考慮し、目的を聞き出すべく無力化を試みた。というわけで無力化試みます。僕が戦うのはいいけど、僕が勝つよ。僕が五条悟です。よろしくお願いします。邪魔を消し済みにしてやろう。五条先生どう使うんだったっけな。行きましょう。ガクはできたか。行くぜ。おい。ガードステップ。やつーい。だから特急なわけ。さて。おい、五条キック、五条パンチ。へい、赤。いいね。楽しくなる。おいぞ。ガードして、あ、ガードできてる今の。大丈夫？よし。うう、怖え。なんだそれは。やらせん、俺もやらせん。はい、赤。よし、いい攻撃だ、赤。行きませーん。すっげえ攻撃してくるな。よし、五条キック。五条キック。はい、五条ワープキック。行くぜ。効きません。いや、効いてる。ガードしてもやっぱガードってたまに無効になるな。呪力技で攻撃する。痛い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 。痛えな、それ。はい。いやいやいや、めっちゃ殴られる。青、青全然当たれへん。青だよね、多分あの技。赤。痛えけど。困ったな、これ。ほい。あ、やっと反応した。やっと反応した。当たってなかった今まで。ねえ、無限大。よいしょ。さあ、行くか、行こうか。来た。領域展開、五条悟る最強の技で相手を飛ばす。さよなら。せーい。五条先生最強。至るところにあるんだよ。僕の呪術はそれを現実に。今の五条先生のね、領域展開やりたいよね。多分相手動けなくなるやつだよね。完全にぼーっとするやつ。収束、発散。この虚空に触れたらどうなると思う？紫式じゃあ赤やった。紫もっと先やった。赤、赤、
赤もかっこいいよな。お、ちょうどいいか。いいけど、死ぬ？じゃあ死ぬよ。迷うつまではなかった。やっぱ五条先生ってことよ。だが、からんなら領域に引きずり込むまで。領域展開。ジョーゴもやる？ごめんごめん。待った。どこ？どこ？ああ終わっちゃったこれで。領域展開も続くんだ。領域展開もやりたい。続けてやろうぜ。領域展開。五条先生ちょっと今使ってみたけど、ちょっと難しかったねやっぱ。ちょっとちゃんとコマンド読むかやっぱ。領域。なんとなく使えるかなと思ったけど、なんとなくで使えんかったわ。ね。出かけるよユージ。行くよ。課外授業。呪術戦の頂点。領域展開について。教えてあげ。いきなりてっぺん見せてくれるって嬉しいことや。知らんけど。いいね。今この子にいろいろ教えてる最中でね。あ、まあ君は気にせず戦ってよ。虎杖悠仁。自ら足手まといを連れてくるとは愚かだな。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。めっちゃ煽りよる。なめえコッパが。にやけずらごと飲み込んでくれるわ。大丈夫、僕から離れないで、ね、はい、離れた死にます。領域展開。大艦鉄地戦。やばい、火山だ。かっこつけ。おい、ここで戦うんだよ。領域展開、一部のキャラクターは覚醒技で領域展開を発動できる。領域展開が成功すると自身の領域に敵味方を引きずり込む。領域内では自身の能力がアップしたり、敵に妨害効果や大ダメージを与えたり、有利な状況で戦えます。すごいね。いずれなかの効果で解除される。時間経過、発動者が撃破される。別の領域展開で上書きされる、など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 。領域展開別のでもいけるんだね。これですね。まあいろいろレベル2の呪力から発生する戦隊能力、無加減術式。だってすごいな。相手の呪力ゲージを把握することができる陸眼。なんか五条先生ポテンシャル多くない？ねえ、レベル2の時一定時間ガードすることで呪力ゲージを表示して発動可能になる。無限一定回数攻撃を受けなくなる。強くない？ジャンプ長押しで浮くことができる。強くない？五条先生強くない？待って、なんか強いな。回し蹴り、近距離、四角三角丸は全部近距離攻撃ですね。で青ですね、これ青。なんか2の1で発生させることができる。で、赤。ねえ、ドーンって弾き込める。溜め時間短縮。溜めることができるんだね。で、これが領域展開。待って。挙式紫もあるけど。マジ？ねえ、領域展開1回だけ、ねえ、無力空所でいいのかな。紫打てるんだ。えぇ？すら残さんぞ。養生者と！はい！うやっと当たらんな、これ。肉弾戦でいくよ。威力で周囲に。まあ、とりあえずパンチ、キック、キック、パンチ、パンチ。うぃ、当たらへん攻撃が。一つは環境要因による。受けた、五条先生すごい。空飛べます、五条先生は。もう一つ、よし、領域内で発動した。よし、絶対当たる。絶対当たるってのがおもろいな。呪術で受けるか。これはあまりおすすめしないけど。おい、領域外に逃げることもできるんだ。そして、領域に対する最も有効な手段、こっちも領域を展開する。こういうことよ。同時に領域が展開する。離れた方がいい、ちゃんと。やばい、領域展開結構遅いな、展開するまで。ここだ。避けてから、あ、違う、これ違う。これ赤だ。ゲージ満タンであると打たれへん、これは。痛い。意外と打つまで時間かかるな。覚醒技を成功させろ。相手の攻撃を避けてから行きましょう。ここ、じゃあこれは、今だ。打てない。左手の呪力ゲージが満タンじゃないとやっぱ打てないね、これ。ねえ、より洗練された術。いやーって
このゲーム打つのむずいんだけど。これ覚醒技行くよ。この虚空に触れてごらん。いやいや、これ敵のやつホーミングだからさ、結局触れてごらん。さてさて、術式がなくても勝てるさ。この虚空に触れてごらん。これは違う、あかレベル下がってるんだ俺。マックスいってきない、いけないよ。ちょっといった、だからせろジョーゴ。よし来た、やっと出たよ発動し、あぶねー。無料勲章、無料勲章くらい長いんだよな、でも演出は。よしこれ五条先生は普通に強いな。でも無料勲章、あ、急にストーリーになった。何が起こった、わしの領域が押し負けたのか。負けたのか、負けたんやで。ここは無加減の内側、知覚、伝達、生きるという行為に無限界の作業を強制する。何言ってるか分かんないんだよな。皮肉だよね。全てを与えられると何もできず緩やかに死ぬなんて。でも君には聞きたいことがあるから、これくらいで勘弁してあげる。グロッチ首だけになっちゃった。さて誰に言われてここに来た。ゲトウスグルです。ああ、どうする、助ける。助けたいなら助ければいいさ。君たちにそんな情があるかは知らないけど、何言ってるか分からない。よく言う呪霊の分際で。僕を殺すと何かいいことがあるのかな。どちらにせよ相手は誰だ。ゲトウスグルです。か呪いって会話できんだね。お、花が咲いたよ。お花だ。呪術だよな、繊維に沿われる。先生、俺は大丈夫。なんか捕まったじゃん。嘘って、ごめん、嘘、ヘルプ。食われそう。逃げられた。気配を消すのがうまいな。火山頭よりもよっぽど不気味だ。特級呪霊が組んでるってことだよ。このレベルの呪霊が徒党組んでるのか。楽しくなってきたね。楽しいか、ユージ。っていうか、みんなにはあれに勝てるくらい強くなってほしいんだよね。特級に、だいぶ先の話よ。あれにか。目標を設定したらあとはひたすら駆け上がるだけ。でも確かに目標を決めるの大事。トップを見てからな。ちょっと予定を早めて、うん、これから一月映画見て僕と戦ってを繰り返す。え、五条先生と戦ってたんだ。一月後俺生きてるかな。頑張れ、応援してるぞ。よし、どの任務なんだかんだ S 取れたんだ。めちゃくちゃあれだね、領域展開開くまで時間かかるんで、見られてたら絶対打てなさそう、あんなの。はい、じゃあ呪いらしくも見ていきましょう。このまま真人だ、真人、真人、わからん。出た、常夏の空間。どこでもドアを通ってきた、ゲト。随分と穏やかだね。ジョーゴはどうした、ゲト。瀕死。花見が助けに入ったから、多分大丈夫じゃないかな。花見だ、花見じゃないんだね。やばい、もう全然イントネーションわかんねえ、漫画ばっか読んでると。君が焚きつけたんだろ。とんでもない。私は止めたんだよ。噂をすれば。帰ってきた。顔だけになって帰ってきた。ジョーゴ、花見、無事で何より。どこをどう見ていっている。顔しかない。それで済んだだけマシだろ。これで分かったと思うけど、五条悟は叱るべき時、叱るべき場所。マジ強いんだね、五条先生ってね。こちらのアドバンテージを確立した。最強だから。封印に臨む。結婚は10月31日渋谷ハロウィン。詳細は追って連絡するよ。渋谷でハロウィンしようぜ、みんなでな。マヒト、マヒト、マヒトだ。いろんないよ。
狡猾に行こう。呪いらしく人間らしく。右と目左で目色違うんだね。まあ、人はい、ということで呪いたちもそこを組んでるらしいです。で、どの任務がいいかな。待って待って、まだ下やってないでしょ。こっち下のやつ、あ、やってないやってない、これもやんなきゃ。こっちもあるじゃん。でこの3、4、5もやっちゃいましょうか。ここも行きましょう。始めよう。バトルしたいんだ俺は。これでいいのか。行くぜ。さっさと終わらせるわよ。これ2対 1？ ねえ、ノバラちゃん使える。ノバラちゃんのいいな、ジャージ。ノバラ、次は複数の相手との戦い方を仕込んでやる。チュートリアルですこれ。来た、助かる。いつも1対1とは限らない。ありがとうございます。確かに少年院の時も呪霊に囲まれてヤバかったわね。おいトゲ、お前も手伝え。よろしく。おかか、別にいじめるわけじゃねえよ手加減はするっての。俺倒してやるぞ、そんなこと言うなよ。言ってることわかるの。おかか、シャッケ、そんなことどうでもいいだろ。行くぞ。名前をやるからには勝つ。なんかある。そう、中に入れよ。昆布、昆布。よし、俺おかかが好き。行きます。行くぞ。その面へこませ。おい、2対1ずるだろこれ。よし、ずるいって、ずるいってこんなの。よし、おお待て。これ切り替えながら戦わなきゃいけないんだよ。これ無理やろこんなの。よっしゃい。マジでずるいってそれ。よっしゃい。ここだ、かんざし。よしよし、いてっす。これ一発外したら二発目ホーミングしねえな。あかん、うっ、ヒット確認してからやらんとまずいな。出た、強連撃。うわい、人間にそんなこと言うなよ。バーン、砕け散った。いてー。よし、ずるすぎる、ずるすぎる。これは合わさんといて。ありがとうございます。ここ許さん。数霊呪法、はい、かんざし。かんざし、よし、ほい、ほれ。今のうちにトゲ、トゲやっつけよう。はい、やべ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 、いや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 、ちょっと空襲吹いてね、すっと痛すぎる。よし、痛いよっす。のばら、あれだ、重力のゲージがあんまないな、ほんと。これマジでエグいね、このゲーム。ほい、置いてるぞ。おっと、おいと、危ない危ない危ない、来ないでくれ。よし、はい、来いよ。ここだ！いや、できんかった！くっそ！マキさん、マジずっと見てんだよな、マキさん！えぐい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 ！私を舐めすぎだな！はい！止まれ止まれ、もずるい！ここは、かんざししていく！トゲやつけよ、トゲやつけよ、マジで！ねえ！よし！危ない！くらいやれ！くっそ！邪魔だ、マキさん！ここ、はい、あとはトゲをかんざし、こういうことよ。おかか、ちょっとこれ2対1はずるだって。どんなゲームも2対1はないって、ほんと。はい、勝ちました。これめっちゃむずいけど。ノバラ、お前は片方の相手に集中しすぎだ。ほんとか。さあ、いや、ちょいちょい見てるけどさ。常にもう一方も意識しろ。はい、はい、頑張ります。マキさんってもしかして後ろにも目ついてたりするか、バカ。
目だけじゃねえ、他の五感も使う。目でしかわかんないけどな、ゲームやから。昆布うっせ、悪かったな、目つきが悪くて。なんでわかんないよ、何言ってるか。あの言葉理解できるなんてすごいな。半年もありゃなれるだろう。それはさすがに無理。ね、トギ君喋れんからな。どの任務がいいかな。はい、パンダ対始めよう。こっちもやってるね、バトル。これでいいのか。負けねえ。こマジであれだね、伏黒野ばら組はチュートリアルだね。さあ、邁進し4。めぐみは俺と特訓だ。ウースパンダさん、よろしくお願いします。何の特訓ですか。何したいですか。そうだな、せっかく俺とやるんだし、体格差のある相手との戦い方だな。でかいやつ。体格差ですか。確かにパンダぐらいでかいやつは戦うことないと思うけどな。攻撃の重さとか他にもいろいろあるが、そのあたりを考慮した上で戦わないといけないからな。爪も怖いもんだ、パンダ。呪霊でも大きいのはいますし。そうか、そういうことだ。動きが身につくまでガンガンしごいていくぞ。怖い。さあ使いましょう、いきましょうか。しないでくださいよ。グイ行くぜ。心配するな、慎重に行こう。さて、ジャストガードを一回成功させろ。わかんないこと言ってる。ふいふい、ジャストガードむずい。このゲームジャストガードむずいよな。どうかけても攻撃が発生早いから、大体のキャラは。攻める。いい声だ。ガード。くっそむずい。ジャストガード狙ってんだけどな。うっ、よし、来い。ガードダメが、今のガーフやないかお前。おい、立ち上げ攻撃やめろよ、そういうことすんの。うい、どうや今の、ダメだ今の。うい、今すっげえ俺良かった気したんだよね。ダメだわこれ、これまずいかもしれん。ほい、来た。いや成功した、成功した。ついに今、よし、あとはやっつけよう。もう怒った、パンダパイセン。だいぶ減るね、召喚しよう。ヌエヌエゴー、ヌエ強い、ヌエありがとう。トレーセイ、ヌエありがとう。ヌエいい子だわ。ヌエ消えそう。ヌエヌエよく、よし、行け。ヌエもう一丁。やべ、抜きちゃった。痛い、普通に痛い、それ。召喚するか、またヌエゴー。やった、これヌエ。パンダパンダ、バイセンまだ生きてる。よいしょ、ヌエ。ヌエこれヌエすげえだろ、マジで。よし、はい、追撃も入った。やっぱ強くね、伏黒くん。これ伏黒、やっぱ伏黒ファンボーイになるわこれから。でもドバラちゃんも良かったんだよな。結構慣れてきたんじゃない。だいぶ慣れてきた。そうですか、楽しい。これで俺みたいなでかいやつを相手にしても大丈夫かな。ほんまか。呪霊はまだしも、パンダ先輩並みの体格の術師を相手にすることなんてありますか。なかなかないよね、絶対。そう思ってると案外すぐに相手にすることになったりするんだよな。ねえ、恩義の悪いことじゃないでください。誰だっけ戦うの。はい、じゃあクリアできましょう。いいチュートリアルだね。なんか五条先生来たんだけど。いいかな。これ行こうか。これも五番も五条先生と戦うんだ。勝てるだろさすがに。え、俺伏黒くん使いたい。負けねえ。ドバラもいいけど。よし、ゲ。すげえ嫌そうな顔してる。シグロ、あんたも休憩。ウィース、お疲れ。お前もか。こっちとらマキさんたちにしごかれまくってんのよ。休憩もしたくなるわ。2対1だもんな。しんどそう。こっちはパンダ先輩だ。動きが身につくまでやるって言われて、どうした。どっちも大変だね、これ。な。お疲れ、二人とも。先生。五条先生。暇なんすか。二人とも疲れたでしょう。
休みたい？休みたい。それ言うときって大抵ろくなことじゃないのよね。わかってるじゃない。勝負する？疲れてる君たちに僕との特訓をプレゼント。五条先生と戦えるの最高じゃん。やっぱりか。本気ですか？本気でやるよ。じゃあ僕はいつだって本気さ。領域展開禁止で。一体何の訓練？ちょっと伏黒、あんたやるつもり？今からやるのは術式の訓練。術式。2年のみんなとやってたのは近接の訓練ばかりで。まあまあそうだね。術式の特訓はしてないでしょ。やってないやってないやってない。教えて。それはそうだけど、こっちが満身創痍だとした敵が待ってくれるわけじゃん。クギセやるぞ。行くぞ。分かったわよ。はい、じゃあ勝負しましょう。クギセ油断するなよ。ヌエマジヌエぶっ壊れてる。行くぞ。シグロくん火力もあるし、いいね。遠慮なんかせずにバンバン術式使っていいよ。慎重に行くぞ。強連撃。強連撃フィニッシュするってむずくね。ふい、勝ち上げ。いけ、登ら。ダメか。じゃあ俺がやろう。いいよー。よし。よし。玉剣。なげなげ。ナイス、ありがとう。助けて。あ、こう消えちゃった。よし。野原何してるんだ。ナイス、野原、いいよ。痛い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 、許してください。許してください。許してください。よし、ジャグルは。野原いる、ちゃんと、こっち。で。いいよ。マジで問題ない。マジでも。ほい。いけ、強烈撃。野原。来た。とどめだ。いったねー。どうよ、完璧すぎる。強連撃フィニッシュ。よし、美術さんに報告するぞ。よし、はい、ナイス。強くなりたい S ランク。いいね、だいぶ強くなったじゃん、これ。こんなもんかな。お疲れー。お疲れーす。どうしたの？領域展開がむずいね、やっぱ。見てわかりませんか？クタクタ。ここまでやらなくても。甘いよ、そんな覚悟じゃ僕に勝てるくらいに強くなれないよ。そうか、釘先。五条先生やっつけるか、いつか。はぁ、あ、やらねえな、俺一人で。何言ってんのよ、さっき二人でやられたばっかなのに、あんた一人で勝てるわけないでしょ。行くわよ、もう一本。熱血入ってんな。お願いします。やっぱ虎杖がさ、死んだと思ってるから。いいね、強くなるのに貪欲だよね、二人とも。虎杖生きてるんですけど。笑い事じゃない。はい、任務がいいかな。ということで、これで、ここのサブ的なところも全部終わったね。よーし、今回ここまでかな。トカズ見てみましょうか。見れるらしいな。さあ、マヒトなどなど、たくさん相関図のねえやつも増えてきましたね、だいぶ。で、報酬、ただみんなの服とかいろいろゲットしました。まだ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 今後登場人物出てくるって感じかな。オッケー。どの任務がいいかな。え、チャプターが選べるみたいだ。お前ら何してんだここで。海眺めてんのか、いいこと。はい、というわけで皆さん、今回ここにしましょうか。で、戦火騒乱、また次回もやりますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画で、お疲れ様でした。